ストレングネースは、スウェーデン、セーデルマンランド地方のストレングネース市にある町で、同市の中心地。2005年の人口は12,296人。メーラレンコに面している。1291年に建てられ、後にカトリックからルター派に改修した、ストレングネース大聖堂が、町のランドマークになっている。1120年の文献に、ダイアシスとして、初めて登場する。 それによると、町は海峡に面した、いくつかの丘に築かれており、その中でも、ミルヒルとカテドラルヒルの二つが知られている。ストレングネースという名は、コノルド語のストレーマとネスの二語から来ている。1250年頃に修道院ができ、1291年に大聖堂が完成した。この二つを中心に町は発展してきた。1336年、 国王マグヌス4世から都市憲章が与えられるとストレングネースには議会や市場が設置されセーデルマンランド地方の主要都市になった。1523年にはこの地で改革者のローレンティウス・アンドレアとオラウス・ペトリによって国王にグスタフ一世が選出されスウェーデン史上重要な場所になった。その後専門教育を受けた者たちが1626年に トーマス体育館を建て、それは、現在国内で2番目に古い体育館になっている。街は緩やかに発展してきたが、一時期エネルギッシュな市況が登場したことで、ペースが加速した。1871年には大化に見舞われたが、復興を遂げ、この時現在の街並みが作られた。現在、ストレングネースには、欧州ルート20号線が通り、ストックホルム、セーデルティリエ、 エスキルス・トゥーナなどのベッドタウンになっている。ありがとうございます。